シオシティ B の理想な部屋。俺たちが想像してる商店に近づいてきたな。師匠に書いてほしいってこと言われたから、ここに。これは春尾が書いたところなんですよ。これは自分が書いたところです。鶴ですね。でかいね。これは道が書いてますね。中に入ってる人を幸せにしようって言ってる。完璧です。はい、こちらですね、掛け軸の方ですね。今からここ骨組み入れていきます。仕切り作るそうですか、こっち。じゃあ打っていくか。はい、水平を測って、上も打っていきます。全部で4本ぐらい骨組み入れたら安定するかな。はい、下の方から打っていきましょう。さすがですね、大工 YouTuber ハルオ。カピカルするカタンなってオッケー、バッチリ、ひび割れなし、完璧です。オッケー。で、上と下が今打ってる状態だから、2本を間に入れていくか。はい、骨組み完成。4発打ちました。で、こちらの厚みのある板を貼り付けることによって仕切りができるわけですね。で、上から順々に打っていくか。この仕切りもまたこれ薄いな。バラエティ番組で丸バツでなんか走ってから突っ込んでから突っ込んでやるやつ、中に泥があるみたいな、小麦粉とかね。それに似てるな、ちょっと。それぐらい薄い。今後ろから見たらこんな感じ。オッケーかな。オッケー。壁紙オッケー。あ、壁紙じゃない、壁オッケーか。壁オッケー。次はこちらの壁紙ですね。これやることによって一気に高級感が増すんですよ。毎回曲げるって、うん、壁紙終わりました。壁紙終わって仕切りも完璧なんですけど、これまだ終わってないんですよ。ちょっと上がスカスカじゃないですか、これ。廃墟かなっていう感じの。これここをちょっと隠さんといけないですね、ここ。ということで、今からあっち、仕切り、上の方も仕切りしてみます。で、仕切りは、こんな感じ。焼いてからやるやつで、あっちを同じように貼り付けていきます。ただ、あっちに打つ前に、上に打つ部分と下に打つ部分を今、作ってますね。今、下の部分はあるんだけど、上がないから。下ができたんで、あとは、うん、この長さに合わせてたくさんの木を切っていきます。天井の方で使う板ですね。バーナーで炙ってます。で、師匠がこっちで分けて切ってます。先ほどバーナーで炙った木材ですね、これを今上に行きます。早速行きますよ。で、違和感ないように下から見ても下も炙ってます。こんな感じね。下の方も炙ってます。はい、順調にしたんだけど、ここ当たっちゃうね。で、切ったんすよ。あ、これだよ、これだよ。切ったんすけど、これね、こうやって、うん、今、隙間が開くんすよ、うん。こうやっても隙間が空くんすよ。ガバガバやん。やってよ。こうやって、こう、うん、ガバガバだね。しても隙間が空くと、うん、なので清志 TV は思いました。後部をカットしてはめるみたいな、うん、うん、切って、うん、OK、 切ってもってくるそうです。そして、あのか生姜切ってきたやつね。おお、あった。いない。いい、入ってるね。さあ、ハローキー切ってきましたね。切ったんすよ。あそこ、さあ、青のか障害物があるからね。違えてるな。あ、逆だった。あ、でもそっちにバーナーやばいね。いや、もう全部間違ってる。全部間違ってる。ここじゃなくて、ここに合わせてしまった。ああ。だから、確かに。間違えてや。失敗だな。失敗です。
そしてこれベトナムじゃないのもハロー。うん。めっちゃ。ただ本当にもう少しですね。あっちからずらーって打っていって、で雰囲気もバッチリ合ってる。さあハロッキー。こっからの大逆転ですね。はい。さあ青のか。二度目の正直です。合わないか。ギリギリ。ああちょっとぴったりすぎたか。場所的にはぴったりなんですよ。ぴったりだけど。ちょっと深さが足りない。ああもう少し切ったら合うのか。もうちょい切ろうね。さあ果たしてコンタクト。三度目の正直。あ死にもうちょい。こんなん見える今。うわ。ぴったりカンカン。もうちょいだな。もうちょいっすね。死にもうちょい。4度目の正直。絶対合うか。絶対合う。よっしゃー。ピッタすぎる。ビス。逆？あ、逆だよって。下バーナー。いや。バーナーやったらやったらだよ。師匠が喜んでる。こっちめっちゃ。こっちめっちゃ。こうやってね。あそこは後落ちバーナーでいけるから、これは。後落ちバーナー。これまだ。オッケー、じゃあこれは。これもビスやっていくか。うん。めちゃくちゃこれ難しいっすね。こう入れたやつをぴったりあっちに、でまたここ振り抜いて、ここもこのこの字に切り抜いてはめていくってことですね。はい、カッティング、教室指にカッティング、これをドッキングするとぴったりで、こっちにぴったりですね。じゃあこれも打っていきます。でまず左から順で打っていきます。で最後調整します、この長さは。はい、ここまで来ました。ここからのこうだから、それを切るかこれを切るかだね、うん、多分それ切った方がいいかも。はい、角の方。これでもう本当に最後ですね。よし、さあぴったり合う。じゃあ打ちます。はい、今日の作業は一通り終了ですね、もうね、これ完成近づいてますね。ほぼほぼね。で、実はこちらの掛け軸あるじゃないですか、ちゃんとすごい人にサプライズで書かせております。ちょっとQCTVに明日ね、それも見せようと思います。ということで、また明日ですね、また明日会いましょう。さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。きよし TV の理想の部屋、もう最終日ですね、これはもうついに、はい、ということで、この3つでこれ何ですか。掛け軸を作ります。これ2つ必要だよ、だって。お、やべ、あー、だから上と下で切ったやつ、切ったやつ半分にしちゃったよ。短いくなっちゃった。まあ、ゲーゲー大丈夫ってやつ。大丈夫じゃないですか。はい、じゃあ早速、これはちょっとね、サプライズで見せたいんですよ。物があるってことね。そう、書いてもらったことよ。書いてもらった。そう、プロの人に。プロですよ。あ、プロ。うん。ちょっと切るか。これを貼ってから、これが目立つように、白に白って目立たないさ。これをタラ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 って、感じになるわけね。うん。画鋲だ。画鋲で止める系？ポスターみたいだな。試しに。あ、試しに。あ、そうだ。仮止めかもしれない。仮、あ、確かに仮止めの可能性があるな。いい感じ。いい感じだ。これ？いや。ヒロシさんのために。うん、うん、のはい、お母さんまだ納得いかないですか。納得いきません。全くいかないですか。ひろしさんのためにも。あ、そうね、頑張らんといけませんね。うん、いいね、いいね、いいね、うん、いいと思う、いいと思う、でもいいと思う。いいと思う、いいと思う、これいいね。
しています、私も。それで。上手。うれしそう。上手だ。上手。そして、たくさんあれから書いたそうなんですよ。めっちゃなんかね、納得いかなくて、何枚も書いたらしいですよ。書いて、で、ついに納得するものが届きました。ちなみに書いたのは、あの、のぶさん、以前ね、池駐車場って言って、もともと池だったものを崩して駐車場作ったね。で、駐車場作ったリスナーさんですね。で、習字の先生してたんですよ、お母さん。お母さんがね。さあ、もう何枚かある。え、何枚かある。じゃあ、教室でここから選ばせる。うん、もう教室で早く見たいものあってる、置くよ。うわ、すごこれと、うん、めっちゃついてる。あ、TB の向きが縦か横か選ばせて、選んでって。どっちか選んで。迷ってる。それ、これどっちがいい。迷いに迷った。あ、右がいいって。こっち。あ、こっちがいいって。こっち、うん、こっちがいいって。じゃこれは、まあ、QCTV の部屋にね。はい、 QCTV 部屋2つあるんですよ、うん、こっちと寝る寝室、うん、これ寝室よね、じゃあ、うん、じゃあこれを選ばなくて。これを飾っていきます。はい。はい、ちょっとじゃあ切っていきます。これをね、世界に一つしかないから失敗は許されないですね。お、スパッといきました。はい。はい、スパッとできました。いや、本当に豊平お母さんありがとうございます。ありがとうございます。大事に飾ります。じゃあちょっと立っていくか。うん、はい、まあ長さ調整ですね。この後ろの黒い紙ね。で、ここら辺で留めようとしますね。さあ、マスキングテープで仮止めかな、これは。うん、マスキングテープフィニッシュではないよな。はい、今ね、両面テープで貼ったっすね、こういうふうに。で、あとはこれを吊り下げるだけですね。ちょっとね、貼り付けが悪かったのか、ちょっとね、シワだらけなんですよ。これは申し訳ないので、もう一個の方でちょっと再チャレンジします。さあ、もう失敗は許されない。裏返す、裏返して、糊を外す。怖っ、怖っ、怖っ、怖いよ。まず白までだよ。白いところだったな。うわ、やだ。はい、次はですね、こちらの化け軸を吊り下げるようで、今上にサンドイッチしてますね、板と板で。ちょっとね、ここに吊り下げるような紐をやっちゃうと、ここちぎれちゃう可能性あるんですよ。紙だからね、ちぎれそうだよね。はい、はい、両面テープを貼っていこうってことで貼ってます。両面テープで板挟める。はい、ね、でこっちも同じようにサンドイッチ。いいね、両方通りました。無事。なんとかね。こっち通りました。うん、で、ちょっとまたこの糊の跡があるんですよ。うん、乾くの待ちだね。ちょっと乾くの待ったらもっと綺麗に見えるはず。うんうんうん。これで、ちょっと時間置きます。うん、乾かす。乾かします。はい。はい、ついにね、この教室 TV の部屋が完成して、で、みんなにお披露目ですね。お披露目ですね。いやー、楽しみっすね。だいぶ違うぜ。マジ？うん、一応雰囲気良くなってる。すごい歌ってます。おお、すごい。お、すげえ、すごい。調子できてる。すげえ。うわすごい師匠。すごい。すごい。すごい。
これ全部一から。あの手作りだったってことですよね。手作り。すごっ。すごっ。鶴も手書き。手書きだろうな。鶴も手書き。あの鶴。どうなってる。くちばしあるのに口があるんだけど。で、あれ。掛け軸すげえ。掛け軸ただ。あ、すごい。ちょっと壊れてるぜ。誰が書いたの俺、キヨシ TV って。下のキー落ちてるぜ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。愛嬌。キヨシ TV、誰が書いたの。これ、ノブさんのお母さんが。主人。お母さん先生。すごい。だから、モノホンの人が書いた、キヨシ TV っす。すごい。マジすごい。お母さんすごいね、やっぱりね。これ、すげえ。いいね。なんか、千利休みたいにね。じゃあ、こうして。お茶飲む。ユリも飾って。すごい。あの障子大変そうだなと思ったんですよ。その前が一緒に撮影してたから。うん、大変だったよ。組み合わせがなかなか合わなくてから。時間かかった。死にすごい。死者はね、あ、女の人呼べばっつったら、いいね、いいね。このお茶しようってから。連れてこいって。ここもね、もともとなかったもん。あ、そうだね。これもともとなかったね。これ流しもね、なくて、師匠ね、あの、皿をあっちで洗ってたんですよ。お風呂場で洗って。え、そうだったんですか？体洗いつつ、皿洗ってたわけよ。むしろ皿で体洗ってた。皿で体洗お、冷蔵庫もちゃんと入ってるさ、ここに。すっぽり入ってるっす。おー、すごい。いやー、めっちゃいい。これはね、ちなみにこのかかった費用、これはハイサイトのプレゼントですからね。これもうキヨシ TV の貯金を切り崩すとかじゃなくて。そうっすね。あ、これ切れならんかって。なんか突っ込むところないかって。すいません、行こうとかですね。これね、目が2つ、片方あるね、目が2つ。じゃあ合計目が4つあるんですか。普通は目、ここにあるよって言ってる。口ばしあるのに謎って謎みたいになってる。気に入ってるわけよ、これ。師匠気に入ってる。気に入ってるわけよ。そのツッコミどころに気に入ってる。だけど本当に師匠もこれ、この撮影が終わった後にありがとうって言ってた。気合いの込めた。気合いの込めた。話を込めたじゃなくて気合いを込めた。はい、ということで今回はキヨシ TV の理想の部屋を作ろうでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この部屋はもともと天井が高く薄暗い空間で、何十年も前からある勉強机や使ってない収納ボックスがあちらこちらにあり、キッチンも料理ができる状況じゃない状態。シンクもなく皿洗いもお風呂場でやっている始末。天井は低くし、白い天井紙紙を貼ることにより室内がきらびやかに、ちょっと噛みました、もう一回言います。室内がきらびやかに明るくなりました。壁紙は師匠の希望通り竹林、壁紙は師匠の希望通り竹林の、あ、止めます。あ、今ナレーション入れてる。壁紙は師匠の希望通り竹林の壁紙を貼ることにより静寂な空気を運んでくれる和室の相性と抜群。キヨシ TV の夢、床の間の畳も新しく張り替え、縁の下は木目をバーナーで炙ることによりヴィンテージ風に仕上げることができました。障子も自分たちで一から作り、デザインも鶴は千年、亀は万年のように師匠の弟子たちが長寿の祈りを込めて書きました。サプライズでのぶさんのお母さんに書いていただいた文字は力強い筆字で、これにも師匠もにっこり。